皆さんこんにちは、自称レゴブルダー、ひろゆきだ。はい、今回紹介するレゴはこちら、レゴシティクレーン車です。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは2021年発売のレゴシティです。建築を勉強してる僕からしたら、工事車両シリーズはめちゃくちゃ嬉しいです。はい、外箱はこのようになっていて、今回のこちらのクレーン車は道路工事になってます。はい、箱の後ろはこんな感じです。ちなみにこちらの定価は5780円で、ピース数は340個です。ではこちらのレゴシティクレーン車を組み立てます。はい、まずは組み立てが終わりました。おお、もう組み立ての時点でめちゃくちゃ完成度高いですね。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で50分でした。では今からこちらのシールを貼って完成させます。せーので、完成クレーン車です。はい、ついに完成しました。このクレーン車めちゃくちゃ完成度が高いです。ちなみにシールは9枚だったので5分で貼れました。僕がリアルで見たクレーン車とは色は違うんですけど、これは本当によく作られています。はい、今回付属するミニフィグは2体です。左から作業員と運転手です。作業員のミニフィグ2つはよく再現されていますね。背面はこのようになっています。では続いてはこちらのクレーン車を見ましょう。前はこのようになっていて、側面はこんな感じで、後ろから見るとこんな感じです。はい、では近くで見ましょう。まずこちらが操縦席部分です。操縦席の作りもすごい完成度が高いのと、あとこのウインチを引っ掛けるところが何気に再現度がすごい高いです。実際のクレーン車もこの部分にウインチを引っ掛けてます。続いて側面部分なんですけど、このアウトリガー、確か僕の記憶が正しければタイヤをパンクさせないためにあるのと、あとはクレーン車の重みで道路を傷つけないためにあります。で、このアウトリガーは4本ついています。そしてクレーン部分はこのようになっています。このクレーン部分の再現度もすごい高いです。上から見るとこのようになっています。ちょっと個人的に残念だなって思ったのが、糸が外側に出ちゃってるのがちょっと残念だなって思います。はい、それではこのクレーン車のギミックについて説明します。まずタイヤが6輪ありますので、このように転がし走行で遊べれます。この重厚感のあるタイヤの音がすごい好きです。そしてこのアウトリガーを引っ張ると、はい、このように伸びて、でこの部分を下げれば、はい、このように車体を固定することができます。で、これすごいのが、なんとコロ走行ができなくなってます。続いてこのギアを回すとクレーンが上がります。では行きます。これ結構ゆっくり動きます。
はい、マックスここまで上がります。そしてこのギアを回すとウインチが下がります。では行きます。はい、こんな感じです。そしてこの部分を引っ張ると、はい、伸びます。あんまり長くしちゃうと取れるんですけど、マックスここまで動きます。この部分が外れて中にミニフィグを乗せることができます。はい、ミニフィグを乗せるとこんな感じです。ちょっと見えづらいんですけど、操縦席の内部はこのようになっていて、作りについては結構さっぱりしています。続いてはクレーンの操縦席にミニフィグを乗せることができます。はい、乗せてみるとこんな感じです。そしてクレーンがこのように回転します。はい、付属のロードプレートを並べるとこんな感じです。このクレーンの部分が画角ギリギリに収まらないぐらいめちゃくちゃでかいです。これは働く車とか建設車両が好きな人にはすごいぴったりだと思います。はい、レゴシティクレーン車はこんな感じです。はい、ということでレゴシティクレーン車を組み立ててレビューしていました。今回作ったクレーン車は実際のものに近いように作られていてとても良かったです。まずこのクレーン車の造形がすごいリアルにできているのと、クレーンを持ち上げるギミックとかアウトリガーが本格的に作られているところが素晴らしいと思いました。このクレーン車は働く車が好きな人や建設重機が好きな人にはすごいおすすめできます。そろそろレゴシティにも建設重機のシリーズを出してほしいです。もし出たら多分僕は全部買うと思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。 Ha 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 ha!